はい、おはようございます。いとっチャンネルです。2月の25日ですかね。えー、土曜日。皆さんいかがお過ごしでしょうかいやー、土曜日っていいですね。えー、一番テンション上がるね、早朝なんですけれども。えー、そうですね。最近ね、ちょっとね、あの、便通が良くなくてね、僕のね。<laughs> なんかね、ちょっとあの、薬飲んでるんですけど、その薬の影響かなーなんて思ってね、ちょっとね、 一日ちょっとなんか元気ないなっていうと、なんかちょっと、うん、なんか便秘かななんて思っちゃうんですけど、うちのね、母親、おかんがね、結構な便秘で、女性って特に便秘だってよく聞くんですけど、うちのおかんがね、結構便秘だったりするんですよ。で、僕がね、小さい頃、本当に、ね、幼稚園児ぐらいの時ですかね、えー。で、うちの母親ってね、あの、 おじいちゃんちがね、あの、自営業やってたもんだから、その自営業の、なんていうか、手伝いにね、よく土日行ってたんですよね。で、それにね、僕連れられて一緒におじいちゃんちよく行ってたんですけれども、で、とある日ね、うちのね、母親がね、トイレでね、あの、母、要は、お母さんって、要はおばあちゃんを、僕のね、おばあちゃんを呼ぶ声があってね、お母さん助けてー、みたいな。 お話をね、あの、してたんですよ。お母さんは、僕の母親がね、おばあちゃんをトイレで呼んでるみたいなことがあって、どうしたのみたいな話になってね。でね、おばあちゃんがね、あの、トイレ行ってたんですよ。で、うちの母親がトイレで助けて助けてって言ってて、で、何が起きてんのかななんて思ってね、すごいね、あのー、何が起きてんだろうと思って、ね、僕もね、ちょっとね、気になってね、トイレ行ったんですよ。 母親とおばあちゃんがいるね、トイレに行ったんですよね。そしたらね、あのー、おじいちゃんちのはトイレがね、和式だったんですけど、和式の便器です。今最近見かけないんですけど、和式の便器に、うちの母親がね、四つんばになって、あの、な、何やってんのかなと思って、どうもね、便秘でね、便が出ないらしくて、で、便が出なくてなんかこう、 あの、要は、あの、後ろの、あの、出かかってる状態みたいで <laughs>、あの、なんか、先端がこんにちはしてるみたいな <laughs>、こんにちはしてるみたいな状態で止まっちゃったみたいな感じで <laughs>。で、結構ね、その体、時って結構辛いですよね。あのね、ちょっと硬い面だと、 ちょっと出るタイミング、ちょっと痛いじゃないですか、固めだとね。その状態で止まっちゃったらしくて。それも,、ね、でもあまりにも激痛で、あの、母親がね、僕のおばあちゃんを呼んでね。で、何してんのかなと思ったら、おばあちゃんがね、そのうちのおかんのね、あの、後ろの穴にね、あの、割り箸でね、つ,ついてその硬い、硬くなったあの、こんにちはしてるやつをね、こう砕いてるっていう、<laughs> 砕いて出してるみたいなね。そんな そんな、そんな情景がね、広がっててね。<laughs> なかなかのね、あの、シュールな絵柄だなぁなんて思ってね。で、僕がね、それをね、ちらっと見てたらね、それにね、気づいたうちの母親がね、もう見ないでって、見ないでよって言ってね。それで、なんかね、あの、なかなかシュールな絵面がね、僕の小さな頃には気づいてたなぁなんていうね。 四つんいになってる母親のね、後ろの穴の、あの、弁をね、あの、おばあちゃんがこう割り箸で続いてるっていう、餌 <laughs> いて、あの、離れないっていうね、そんな状態ですね。はい。えー、女性って大変だな、なんてね、思います。はい。 <laughs> はい、えー。朝から汚い話して申し訳ないんですけれども <laughs>、えー。で、今日はね、何をするかというと、あの、ミーヨミニプラスっていうね、ミーヨミニのね、新作がね、えー、販売店で販売され出してますので、えー、今日はね、このミーヨミニプラスって、どこがプラスされたのっていう話をね、えー、していきたいと思います。ミーヨミニとの比較ですね、主にね。えー、そちらの方お話ししていきたいと思います。じゃあね、早速やっていきたいと思います。 はい、じゃあ早速ね、ミーオミニプラスのね、外観のお話をしていこうかなと思います。うん。まあ、いつも通りね、こんな感じで、ミーオミニとほぼ同じ形状かなと思います。ここにね、ちょうどミーオミニ僕持ってるんでね、えー、こんな感じで出すんですけども、特徴としてはね、えー、ここの端までね、こうやってディスプレイがあるといった感じのデザインと、あと十字キー。 だけ、十字キーとボタン、四つボタンですね。で、あと、これ、スーパーハミコン風になってる。まあ、これからカラーデザインによりけりなんですけど、 白はこんな感じのデザインですね。で、なんかやっぱゲームボーイ風にね、見えて、見えて、ゲームボーイにちょっと似たような、えー、風のデザインになってますよ、といった感じです。で、裏側見てるらね、えー、まあ、こんな感じになってるんですけども、えー、ちょっとね、ボタンの位置が、LR、L2R2 ボタンの位置がね、下になってるということになってますね。これ結構上気味なんですけども、まあ、これがね、右読ミニプラスなんですけど、これ一応ね、比較としてね、 これとちょっと比較するのは良くなくて、実際何が変わったかっていうとね、実はね、これ2.8インチ、こっちが2.8インチなんですけど、えー、今回ミーヨミニプラスになってね、ディスプレイサイズがね、大きく変更になってね、3.5インチサイズになってて、ね、ちょっと大きくなってるんですよ。ね。で、どれぐらい大きくなってんのっていうとね、ミーヨミニと比較するとこれぐらい違いますということで、これね、ちょうど僕もサイズ測ってね、こういう感じで並べてるんですけども、ミーヨミニがね、 えー、このミーオミニがこれぐらいのサイズに対して、ミーオミニプラスっていうのがね、3.5インチディスプレイになって、まあ、これぐらいの大きさ比較になってて、えー、ちょっとね、一回り二回りでかくなってるっていうのがね、ミーオミニプラスの特徴になります。で、まあ、前はね、上の部側についてたんですけれども、まあ、でかくなった分ね、指の位置とフィットさせるのにね、ここの、えー、L2、R2 ボタンの位置をね、ちょっと下げてきたっていうようなね、えー、感じになります。で、あとね、特徴として、L2、R2、 L2 ボタンここですね。ここ。ここがね、ちょっと見えづらいんですけど、断罪になってるんですよ。なので、ちょっとね、L2、R2 が押しやすくなってるんじゃないかなというような、えー、感じの、 え、差分が外観の差分としてあります。というのが今回のね、えー、ミーヨミニプラスになるんですけれども、まあ結構でかくなったね、なんていうね、えー、感じの印象がありますのと、あとですね、3.5インチなんでね、まあ今まで出てたね、あの、アンバーニックさんの r g 3 5バツ 35XX ですね。これとね、もうほぼほぼ、あのー、これも3.5インチなんで、 ほぼほぼサイズ感一緒だな、みたいな感じになってくるかな、と思います。うん。まあ、どっちがいいか、みたいなところあるんですけどね。うん。はい。まあ、こんな感じのデザインになってて、まあ、大体ね、この RG35、バツバツと、えミーミニの違い値と、大体これぐらいのサイズ比較と、同じぐらいの感覚になるかな、といった感じかな、と思います。結構でかくなったね、なんてね、思います。はい。これがね、ミオミニプラスの、 外観のね、一番の特徴になってきます。じゃあね、実際スペック表の方ね、次見ていきたいと思います。はい、じゃあ続きまして、スペック比較になります。えー、左側がね、ミーヨミニ。今まで出てたミーヨミニですね。こちら、2.8インチのミーヨミニ、今で、ね。 持ってるやつですね。で、えー、新しく発売されたミーオミニプラスがね、右側になっております。で、いろいろね、スペックを比較していこうというね、表になっております。で、まずね、ディスプレイなんですけども、先ほども話した通り2.8インチが3.5インチになりましたよって言ったところなんですけども、まあ、どっちも IPS 液晶で、解像度もね、6 4 0る4 8 0と。 うん。変わらずといった感じです。だからシンプルにね、画面が0.7インチ大きくなりましたよと言ったふうにポンと伸ばしたよっていう感じでね、えー、感覚で。が、はい、ちょうどいいかなと思います。イメージとしてね。で、あと CPU 関係なんですけど、コルディックスの A7、えー、デュアルコアの 1.2GHz ということで、これもね、変わらないんですよ。うん。これ書いて欲しかったですね。なんかもうちょっと。 ね、スペックのいいもので、もうちょっと動く幅広げてほしかったなとなんて思うんですけども、変わらない。っていうことはどういうことかというと、動くソフト変わらないです。えー、スーパーファミコンとかね、ファミコン PC エンジンメガドライブなんていうところも変わらないし、 あとは、ね、プレイステーションまでは動くんですよ。初代のプレイステーションですね。そこまでは動くんですけれども、ニンテンドー64とかね、PSP、ここら辺が動かないんですよね。このチップになってくると。で、ドリームキャストも動かない。みたいな感じになってくるかなと思います。セガサだなんかも持っての他だと思いますんでね。プレイステーションまでが動くといった感じで、ここはね、変わってないんですよ。で、あとはね、ラムですね。え、ラムがね、え、128メガと。 DDR3 といった感じで、これも変わらず。で、ストレージも SD カードで追加できるんですけど、1 6メガと変わらずといった感じです。で、システムも Linux の OS を使っております。で、ここが変わってくるんですが、次ね、バッテリーですね。バッテリーがね、1900だったんですけど、ミリアンペア時バッテリー容量があったんですけど、今回3000まで上がってます。3000mAh ということで、えー、まあ、 なんでかっていうと、このね、ディスプレイ大きくなったからね、それを稼働させるために、やっぱよりよく電池食っちゃうっていうところで、で、結局最終的なね、稼働時間はね、変わらないんですよね。トントンに持ってきてるといったところで、バッテリー容量増えたんだけれど、じゃあそれが稼働時間に反映されているかというと、そうでもないという感じですね。元と変わらないといった感じのところになっております。で、サイズ感はね、先ほど、 ね、前のページで話ししたんで、まあ、あれぐらいのサイズ感のね、えー、差がありますよ、といった感じです。で、重さですね。重さが今回重くなってます。えミーヨミニはね、106g だったのが、倍のね、200g になってます、今回のミーヨミニプラスになってね。もちろんね、ディスプレイが大きくなってる、バッテリーが大きくなってる、容量が大きくなって、ここがね、一番多い。 影響を受けてんだと思います。で、サイズも大きくなってる。これの容量、このね、ここの青いところの容量のね、サイズとか、容量とか、パネルサイズとか。 とこに影響を受けて 200g、倍ぐらいまで大きくなっちゃってる。重くなっちゃってるっていう感じかなと思います。で、あとその他の機能としてはね、USB Type-C がついてたり、イヤホンジャックがついてたり、えマイクロ SD カードのスロットがついてたり、えスピーカーもモノラルだったり、えバイブレーションついてたりっていうところは変わらないんですけども、新しくね、Wi-Fi がね、えー、まあ、何に使うかわかんないですけど、Wi-Fi と繋ぐことができますと。何かね、スクレープできればいいんですけどね。 うん、Wi-Fi 繋いでね。ちょっとわからないです、これはね。これの使い道が。で、あとはね、えー、ボタンがね、あのー、ボリュームボタンがね、えー、ボタン式に変わってますと。いうので、どういうことかというと、ミーヨミニってね、こうやってね、ダイヤル式のね、こうやって、音量。こっちの方がね、使いやすいんですよ。えー、細かくね、調整しやすいんでね。ボタンのやつをククククって押さなきゃいけないのが、まあ、ダイヤル式が、まあ、あったんですけど、ボタン式になっちゃったと。 いった感じです。え、ボタン式の例はね、ここ、これかなえー、こんな感じだと思います。このプラスとマイナスのね。これ、あの、アンバーニックの、えー、RG35XX なんですけど、まあ、こんな感じの、えー、ボタン式になってますよ、と。うん。いったところに変更がなされております。えー、どっちの方がいいかっていうと、こっちのね、え、ダイヤル式の方が僕好きなんだけどな、って言ったところかな、なんていう感じで。まあ、一番の特徴は大きくなった。えー、ね、その代わり、 えー、バッテリーも増えたんだけど稼働時間変わらずで重くなったと。まあ大きくなって2倍になったよという感じですね。<laughs> なんかね、ちょっとね、コンパクト感が薄れてきてる感じはあるんで、なんだかなーみたいな、あと解散みたいな、なんだかなーってなっちゃうなだーなんてね、えー、スペック表を見ててね、僕は感じてます。はい、じゃあ最後にね、お値段になります。えー、今回ラインナップが4色あって、えー、スケルトンブラック、かっこいいね、スケルトンブラック 僕が一つ目。で、もう一つがね、えタバコのヤニにやられたホワイトですね。<laughs> ヤニーホワイトって言ってるんですけど、タバ、ね、タバコのヤニにやられた。えー、なんか、 あの、ブックオフ行くと、あの、ジャンクコーナーにあるような色ですよね。ちょっと言い過ぎ言い過ぎですかね。これ多分あの、レトロゲーム機の色なんですよね。レトロっていう風な取り扱いになるのかなと思うんですけど、海外のネスとかね、海外食かなと思います。ヤニーホワイトですね。 で、ホワイト、えー、になってて、あとはスケルトンパープルですかね、えー。このね、4色がね、今回ラインナップされております。この色ね、よく毎回入ってくるよね。この色ね。海外の人にはもう刺激的な色なんでしょうね。僕、ヤニにやられた色にしか見えなくて、ね、えー。ヤニーホワイトって言ってますけどね。はい。で、お値段なんですけれども、えー、だいたいね、70ドル。これお店によって違うんですけれども、僕が見た、安いお店だとね、えー 70ドル。大体70ドルで、日本円で、えー、9800円。ああ、もうね、円安が悔しいね。円安じゃなかったらもうちょっとね、えー、ね、安かったりするんですけれども。で、発送時期はね、本当は3月なんですけれども、この店限定で仙台先行販売して、それをね、売り切ったらしくて、人気でね、売り切っちゃったんで、まあ、第2陣といった感じで、4月20日以降になると、いった感じで、一応リンクつけときますけどね。で、で、民用ミニのね、 あのー、アーリーエクスプレスの専用のサイトがあるんですけど、そこの販売はまだしてなくて、3月入ってからするみたいなんで、そっち狙うっていう手もね、ありだと思います。はい。ぜひね、えー、販売開始になってるんでね、まあい、各お店で販売開始になっておりますので、えー、続々とそれを待っていただくっていうのもありかななんて思います。まあちょっと先行の仙台売り切れちゃったんで、ちょっとこれは遅いかななんて思いますけどね。他のお店行くとね、3月中に発送なんだけど、お値段がね、プラス10ドル ぐらいされててまあ、1万1000円とかになってたりするんですけれどもまあ、そこのね。お値段との兼ね合いだったりまあ、もうちょっと待ってもいいかな？なんていうね。方もいらっしゃるかな。なんだったらね。買うか買わねえか。微妙だよ。っていう人もいると思いますんで、まあ、そこはね。自分の財布と相談して検討してみてください。まあ、買うんだったらね。どの色いくかっていうところもある。僕ね。このクリアパープル綺麗だなと思いますけどね。あのクリアブラックもね。いいかな？なんて。 思います。で、スーパーファミコンから好きな、ボタン配置好きな人はこっちのね、ホワイトっていう手もあるかなと思います。あとね、あのー、海外のね、ゲーム機が好きな方はこちらのヤニーホワイトね、<laughs> 言っていただくっていうのもありなんじゃないかな、なんて思います。 はい。じゃあ最後にね、えー、僕の個人的なね、感想です。えー、まあ、僕が思ったことですね。シンプルに、えー、言わせてください。で、お値段ね、今回69.99ドル、70ドル。まあお値段はね、ドルで見ると安いんですよ。うん、70ドルぐらいだからね。まあ今ね、日本円にしちゃうと1万円ぐらいになっちゃうのがね、本当は円安の影響でね、ドルで見ると確かに安い。で、それとビルドクオリティ考えてみると、ビルドクオリティもね、良さそうですって言ったところですね。 ね、製品の部品構成のボタンのサイズから、あの、LR のね、処理とかね、考えていくと、まあ、かなりビルドクオリティはね、製品の中では高そうで、えー、製品自体は良さそうだな、なんていうようなイメージを持ってます。で、でもね、でもなんですよ。こっからね、ちょっとデモ要素が多いんですよね、僕の中で。えー、ここだけなんですよ、褒めていいところはね。で、でも、 まあ、ミーヨミニって言ったら、小ささとね、コスパの良さってところがね、売りだったんですけれども、まあコスパはね、これドルの影響でしょうがないんですけど、小ささですよね。3.5インチになっちゃったって言ったところがね、もうミーヨミニじゃないんですよね。ミーヨなんですよね。ミーヨーっちゃって。ミーヨーですよ、もうこれはね。だからもう3.5インチになっちゃったのがおじさんちょっと悲しいかな、なんて。 思ってます。これがね、例えば2.8じゃなくても3インチとかね、えー、ちょっと小さい方、ちょっと3.5以上もちょっと小さいんだよって言ったところでね、オリジナリティがあって良かったりするんですけども、3.5インチになっちゃったのがね、それがねすごく悲しい。なんでかというとね、3.5インチってもう中間ミレーター機ではもう世の中にもう溢れまくってるっていうね、えー、もうものすごい新鮮味がないというか、もうすでにね、いろんなの出ちゃってるんですよね。もう3.5イン 3.5インチといえばもうアンバーニックさんのね、戦場ですよ、完全に。アンバーニックさんの得意とする分野なので、まあそこのビルドクオリティとかも考えても、もう素晴らしいものがね、アンバーニックさんから出ているといったところで、今更3.5インチのこの市場でね、しかもそんなにスペック高いかっていうと、そんなに高くない、プレイステーションまでのね、動作環境を、まで動きますよといった感じのものなので、 ちょっと弱いね。ちょっと弱いね。新鮮味が弱いねっていうところかななんて思います。はい。で、どんなライバル機出てんのっていうのが、え、これ一覧で出してる。これあくまで一例です。縦型だけで一例ですね。まあ横型考えたらもっと出てるんですけどね。はい。で、とりあえずね、ミーヨミニプラス。これがね、ベースになってくるんですけれども、まあ今回発売するミーヨミニプラス。もうすでに発売してる RG35×× ね。 XX って言ってますけれども、まあこちらもね、もうほぼほぼ形一緒ですよね。うん。 おそらくなんですけれども、まあ、この二つね、二メートルぐらい離れると違いわかんねえんじゃねえかなぐらいの違いだと思います。で、な、ね、比べちゃうとね、こうやってみ比べると、ボタンのサイズがね、右を見るの方が、なんか大きく感じたりとかね、え、コントロールパネルの部分ですね、ここの部分がぐっと集約されてたりって言ったところは、まあ、そんな差はあるったり、まあ、ファンクションキーの位置とかね、え、スタートボタン、セレクトボタンの位置とかも、ほぼほぼ一緒のように見えます。はい。で、ね、こっちも、ヤニー、ヤニーホワイト出てます。 で、ヤニ <laughs> ヤニーホワイトも出てますんでね。ほぼほぼ一緒なんじゃないかな、なんて思うんですけれども。で、まあ、違いがあるとしたらね、実はね、ミニオミニプラスが 200g で、RG35XX、これね、165g なんですよね。35g も軽いんですよ。そこのね、差がね、携帯性としてはやっぱ軽い方がいいよねってなってくるのかもしれないですね。で、まあ、スペックもね、大体一緒です。これもね、PlayStation 2. じゃあ、プレイステーション1ですね。までは動くといった感じなので、プレイステーションの1作目までなんで、もう、同じチップ積んでるんでね、え、ほぼほぼスペックも一緒といった感じで、あとはね、中身で勝負って言ったところで、ファームウェアのね、ところがね、え、まあこっちもカスタムファームウェア出てますんで、こっちも出てますしね、はい。なんて言ったところがね、見どころだったりするわけですかね。うん、まあどっちがいいかっていうところはね、中身の方がね、重要かもしれないですね。外観ほぼほぼ一緒だし、まあビルドクオリティはね、 えー、もしかしたら右を見るの方がいいんじゃないかなっていうところはあるかもしれないですけどね。まあ、この二つがバチバチで、えー、今後戦ってくるといった感じで。まあ、この戦いが起こること自体はね、お互い高め合うっていう気持ちになってきたりとかね、ありますんで、戦いが起こることはいいと思います。悟空とベジータが戦うみたいな感じでね。お互い高め合ってより良いものを作っていくっていうことはね、すごくいいことだと思いますんでね。えー、市場が面白くなってきたなといった感じです。で、そんな中、縦型ゲーム機で僕が一番 一押ししたいいのはどれかというとうね実は RG353VS なんですよね。V じゃないです。VS の方なんですね。RG353V の方がね、スペックは高いんですけれども、Linux だけで遊ぶのであれば、RG353VS がね、おすすめです。これね、ガチでおすすめです。これはね。えー、で、ちょっと高いんですよ。これよりもね、5000円ぐらい高いんですけれども、こっちの方がいいです。はい。えー、っていうのもね、やっぱり中に入ってるチップがね、RK3366 チップっていうのが積んであって、 で、えー、そちらがね、ま、あいいところまで動きますよ。任天堂64 PSP。え PS、あとは、ドリームキャスト。もうね、そこら辺ね、かなり軽く動くようになってます。この動作検証のね、動画見ていただければと思うんですけれども、すごく動きます。で、セガサターンも動きますんで、一部ですけれどもね。だいぶセガサターンの動きも良くなったってところ。 こ、ねえー、このの VS シリーズの、ね、いいととろだと思ってますんでねはい、これがね、いいです。すごくいいし、値段も安いしね、えー、本当リナックスで動かすのにはすごくいい機種だなぁなんて思います。で、最近またね、このね、十字キーだけだと最近ね、五老体に、五呂体に結構ね、あの、指押すの疲れてくるんですよね。<laughs> だからやっぱアナログスティック欲しいななんて思います。で、特にね、 あの、プレイステーションこっち動くって言ったんだけれども、サルゲッチューとかね、まあ、動かないソフト、どうしてもアナログスティック使うゲームでどうしても出てくるんですよね。え、プレイステーションって途中からアナログスティック実装されたんで、だからこっちでね、えー、この2台でね、プレイステーション動くぜ、ウィーって遊んでても、実際アナログスティック使うゲームは遊べなくなっちゃう。なので、携帯機だとね、これがね、僕一番便利だななんて、携帯性もあるし、持ち運びやすいし、アナログスティック チックついてるし、セガサタンまで動くしって、もういいことづくめだと思います。もう、これ、この2機種買うんだったら5000円出してこっち買った方がいいんじゃないのっていうのもね、僕の気持ちだったりします。まあ、こっちはこっちでね、まあ別にセガサタンとか遊ばないやっていう人はね、こっちでいいと思いますんでね。まあ、こんな感じの機種ね。ぜひね、これもあの、バングットさんで売ってますんで、概要欄にリンクつけておきますんで、興味持った方ね、ぜひね、ご購入検討してみてください。 はい、ということで、本日はミーヨミニプラスのね、プラス成分のね、お話をさせていただきました。えー、興味持った方いらっしゃいますでしょうかねいかがでしたでしょうかあちょっとね、あの、2.8インチが良かったんだけどな、3.5インチになっちゃったのかっていう方がね、僕は大半だと思ってます。<laughs> はい。3.5インチ市場だったらアンバーニックさんいっぱい出してるからなって言ってね、新鮮見ないななんていう方がね、いっぱいいるんじゃないかなとなんて思うんですけど、えー ぜひね、えー、まあこの動画見て興味持ったって方いたら、ぜひご購入検討してみてください。えー、この動画のね、概要欄のリンクのとこにね、右を右の販売店のね、リンクつけておきますので、そこからご購入検討してみるのもいいと思います。で、僕のイチ押しはね、さっきも話した通り RG353VS です、これ。これがね、イチ押しです、僕はね。はい。 こんな、うん、353シリーズで一番できいいんじゃないかなと思いますね。えー、M とかね、P とか出てますけれども、VS が一番できよかったなと思います。はい。ぜひね、値段も安いしね、うん。このコスパって考えたら、やっぱ VS が一番いいかなーなんて思いましたんで、これもね、バングットさんのリンクつけておきますので、えー、興味持ったって方がいましたら、ご購入検討してみてください。 はい。ということでね、今日の動画役に立ったって方がいましたら、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。毎回ね、えー、いつも押していただいている方ありがとうございます。あと、まだまだね、こういう新作が出たら、販売開始になったらね、えー、通知の、えー、こういうような。 え、動画作りますので、え、興味持っている方いましたら、え、チャンネル登録していただけると嬉しいです。あと動作検証もやっていきますし、あとオープニングのね、くだらないトークの部分ね、えー、僕のオープニングトークのところのだけ楽しみにしている方もいらっしゃいますんでね、えー、ぜひともチャンネル登録していただければ、えー、嬉しいかなと思います。まあ皆さんね、便秘に気をつけてね、え、しっかりね、便意を催したら出すっていうことが重要だと思いますんで、えー、ぜひともと思います。はい、ということで、 今日はこんな感じで終わりたいと思います。井戸チャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。